中町の公園でございます。長方形のところなんですけどもですね、これここはもう見てもこれになってね、こういうのほんまに直せよと思うんだけども、これ膨張のためのですねあった城壁の跡ということなんです。で、これ1619年というふうに書いてますけれどもですね、これ 800m ほどあった、これのことなんですよね。多分この辺のことじゃないかなと思います。でこの絵自体は江戸時代の後期ですから、もう今位置は変わってないはずです。で郷土資料室によればですね、今の岸和田城の位置と今これは一緒なんです。これ八の庭でね、でこれ自体はもっと岸木神社の方にあったやつをこっち持ってきたんじゃないかというふうに言われてますけども、この江戸の後期ですからもうこんな動かしてませんからね、このままです。こういうところから見ればですね、これ見てください、この地図取ってらっしゃいましたら役場が今ここでしょう。ということはこれで見たらこの中洲の辺じゃないかなというふうに思うわけですよね。これいずれにしてもですね、この堀の中かも分かりませんしね、まあ、この辺でしょう、城の位置から見ればですよ、こう堀があったということはこの辺になってますからね。ほらこんなところにあってですよ、これ地盤がこう強固なわけがないんですよ。こっちは強固か知りませんよ、高台になっとるしね、ところがここも下がってますからね、強固なわけがないんですよ。ほんでこの石垣がですね、長さ9メートル高さ2メーターで残ってますっていうのがこういうやつです。で問題なのはこれ波打ち際やっちゃうんです。膨張の石垣ですからね。ということはこれ地図ではここが浜になってるけど何にもこれ立ってないでしょ。ということはこのとこも砂浜で水来てたということです。しかも膨張いうことはもちろんここまで来とったということですよ。つまりこのとこまで波打ち際やったということです。でお話も近所の方お伺いしましたけれどもですね、3階建てのこういう家を建てるときに下が砂地だからもうすぐに水が出てきてですね、で、まあ、基礎するのがなかなか手の込んだことしなければならなかったというふうに伺いました。でこの辺がそうであれば、この本町が細長くちょろっとあってですね、そしてすぐにまあ役場に行くわけですね。旧の26号のあれが地下1階、地下1階になってるんですか、なんか地下1階なのか1階なのかなんかようわからんけども、あの辺ですよね、スポーツ振興課とかある、文化財、郷土資料室かの係とかがあるところですね、あそこ、まあ、地下1階なんでしょうけども、あの辺もですね、それはもう浜ですよ、言うたら。で、そこから上に粉殻を上がっていけばですね、まあ、坂になってますから、そこから上はひょっとしたら強固な地盤の可能性はあります。ところがですね、一昨年ぐらい前ですかね、活断層が発見をされました。あの活断層についてもですね、今のところそんなものがないという想定のもとでですね、大阪府、まあ、大阪府というか大阪府が依頼をした民間の調査会社なんですけども、そこが作ってくれてハザードマップを今作ってます。でもうそもそもそれがですね、上町断層と一緒になれば非常にひどいですね、まあ、岸和田であれば岡山町とかね、ああいうとこがひどいことになるよということがハザードマップに書いてますけども、ああいうようなところと連動するのかどうかすらもう今わからん状態なんです。というてもですね、活断層の真そばに今役場あるわけですから、そこへもう一回建てて、それは何の影響もないんですと、今の活断層を見つける前のハザードマップと同じような影響がないということにはそれなりようがないわけですよね。そない考えたらですね、これどうなの、やっぱりあの場所で役場をもう一回建て直すということはですね、ほんなら非常に、脆弱な地盤のもとに建てるんじゃないかと、なら余計に基礎にお金がかかる、耐震についてもですね、まあ、免震するのかどうか分かりませんけども、それも非常にお金がかかるというふうに想定ができるわけです。それであるならば初めからですね、あんなところへ建てんと、福祉センターの方へ持って行った方が安つくよねというお話でございます。岸和田には珍しくですね、何でも壊す岸和田市、古いもんはもういらんというようなものの考え方の岸和田市には珍しく石垣がこのように残っておるということですね。中町公園のところからこっち側はまあいじってないということですので、ただ、城のことを話をした時にも言いましたけども、積み方は雑です。城自体のまともな石垣も雑なんですから、これ防潮堤ですからね、その防潮の方がもっときめ細やく積んでるというわけがないわけですよ。だからこんな風に隙間がね
ポロポロあるでしょ。これいじって石が抜けて隙間ができたわけじゃないですよ。そないして考えたらですね、まあこういうような雑な積み方でも持っておったということで、そんな地震の大きな影響がなかったということを、まあ、市民の皆さんは喜ばなければならない場所なのかも分かりませんけども、はい、こういう石垣もやはり残していただいてですね、でこの辺までが波打ち際であったということを、やはりこれは岸和田の歴史として知った上でですね、建築物建てるときにも考えていただきたいなと。私もそれはもちろん提言をできるように、まあ、頑張ろうと思っております。